では今日の特集です。皆さん最近ハラールというこの言葉を見たり聞いたりしたことはないでしょうか。このハラールとはイスラム教の教えに基づいて許されたものを意味します。アルコールを飲んだりそして豚を食べたりすることを禁じているこのイスラムの教えですが、基準を満たした食品などに認められるのがこのハラールの認証マークなんです。増える外国人観光客、イスラム圏の観光客に安心して東京を旅してもらうにはどうすればよいのか、ハラールをめぐる動きを追いました。台東区浅草、外国人観光客の多いこの町にもハラール料理を扱う店がオープンしています。外国人にも人気の日本食の一つ、ラーメン。こちらの店ではハラールの認証を受けた食材を使っているのはもちろん、祈りのスペースを設置してイスラムの観光客を呼び込んでいます。去年11月にできたこちらのカフェでもハラールに対応したメニューを出しています。食材としてハラール食材を使うというところを一つ徹底しています。それからお店を作る際に、もう開店当時から、豚とアルコールは一切厨房内で使わない。店内の表示やマークでハラールに対応していることを示して、イスラムの人に安心して食事ができることを PR しています。お肉がハラールじゃないか、それを調べて、でハラール認証だともう安心だから。ハラールが注目される背景にはイスラム圏からの観光客の増加があります。イスラム教徒の多い国からの今年6月までの観光客数はインドネシアがおよそ14万人、マレーシアがおよそ10万人と、去年の同じ時期に比べて大幅にその数を増やしています。世界のイスラム圏の人口はおよそ16億人、世界人口のおよそ 23% を占めると言われていて、都内の企業もビジネスチャンスにしようと注目しています。ハラル系の情報というのはもうちょっと欠かせない話になってきてますから、一応情報収集ということで、このチャンスを広げようと東京商工会議所も会員企業向けのセミナーを開きました。ハラル土地区されているか、肉だけはちょっとこれ認証がないときついなっていう部分はあります。セミナーでは店員にイスラム圏のスタッフを雇ってアドバイスをもらうことや、食材情報や認証ロゴを分かりやすく表示することを進めていました。イスラムの方は非常にいい方が多いというふうに聞いてますし、情報の伝達も非常に早いというふうに聞いてるんで、そういう面でいいものを提供すれば、メイドインジャパンということで非常に広がりがあるかなというふうに思って、2020年に向けてますます増えることが予想される外国人観光客、ハラールをはじめその多種多様な文化や風習への対応が今まさに進んでいます。このハラール認証の食材を使っているお店では、イスラム出身の人が働く場合にも安心して働けると好評だということです。特集でした。